ドルチャンネル。皆さんこんばんは。中学生のママ、ドルチャンネルのドルチェです。今回はユーリンチーという料理を作っていきます。で、ユーリンチーをまあご存知の方も結構多いと思うんですけど、私が初めて作ったきっかけが、そのチョコットキッチンさんっていうその料理の動画を上げていらっしゃる方がいて、でその方の動画でユーリンチーを見てめちゃくちゃ美味しそうだなと思って、まあ、試しに家で作ってみてめっちゃ美味しかったので、まあ、その後も何度か作ったんですけど、そのサクサクの、このお肉にネギたっぷりのタレをかけて食べるのめっちゃ美味しいんですよ。で、今回はそんな牛リンチをもっとヘルシーに食べたいなと思ったので、この鶏胸肉を使って作っていこうと思います。で、ネギをたっぷり使っているので、さらにこういうちょっと暑くなってきた夏にも食べやすいんじゃないかなと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。材料を紹介します。材料は鶏胸肉1枚分の材料になっています。鶏胸肉1枚、塩適量、片栗粉適量、料理酒適量。次にタレの材料を紹介します。長ネギ1/2本、生姜小さじ1、砂糖大さじ1と1/2、ポン酢大さじ3、オイスターソース小さじ1、ごま油小さじ1、以上になります。まずは鶏胸肉を均等な厚さになるように包丁でこの厚い部分を伸ばしていきます。そしてラップを上に引いて麺棒などでこう叩いていきます。叩いたらバットに移して塩を両面に振って下味をつけていきます。酒も両面に振りかけます。そしてラップを密着させて10分くらい味が馴染むまで放置します。鶏肉をつけている間にタレを作ります。まずは長ネギをみじん切りにします。タレの材料をすべて合わせていきます。まずはオイスターソースにこの先ほど刻んだネギ、ごま油、ポン酢、砂糖、生姜を加えてよく混ぜます。胸肉を10分ほどつけました。では別のバットに片栗粉を入れてしっかりまぶしていきます。フライパンに5ミリから1センチの油を引きます。そしてしっかり加熱します。170度くらいに温まったので、先ほどのお肉を揚げていきます。そして蓋をして、4、5分美味しそうな焼き目ができるまで揚げていきます。一旦裏返します。めちゃめちゃ美味しそうです。火が通ったと思うので揚げていきます。しっかり油を切っていきます。ではカットしていきます。おー、めっちゃいい音です。で、最後にネギたっぷりのタレをかけて完成です。完成しました。めっめっちゃ美味しそうにできました。このネギがたっぷりかかっていて、サクサクの、この、お肉がめちゃくちゃ美味しそうです。
で、まあちょっとこれは家族で晩ご飯で食べるので、まあ、ちょっとだけ食べていこうと思います。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。うまい。これはもう完璧です。めちゃくちゃ美味しいです。胸肉で作ったらちょっと硬くなっちゃうかなとか思ってたんですけど、これ本当に胸肉って思うぐらい柔らかいです。で、これをもも肉にしたらさらに柔らかくなるのかなと思うんですけど、これでも十分美味しいので、まあ、さらにヘルシーに食べたいって方は胸肉でぜひ作ってみてください。カリッカリの衣、そしてちょっと染みた、タレが染みたこのお肉がめちゃくちゃ美味しいです。で、油淋鶏とバンバンジーってちょっと名前似てるじゃないですか。で、ちょっと何が違うんだろうとか思ってたんですけど、まあ調べてみたら、バンバンジーはもっとさっぱりしている料理だったので、まあそれもまあ美味しそうだったので、今度作ってみようと思います。お子様から大人まで、絶対喜ばれる お味なので、もしよければぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画を見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では